裏ももに毛生えてるやん、気持ち悪と思ってたら、うん、俺も生えててさっかさからやるかえ、今何してんすか。え、これもレーザーやってんの。レーザー出てます。もう始まってるで。どうも、かまいたちです。ウスコイ、ウスコイ、ウスコイ、ウスコイ。さあ、今回、はい、メンズリズさんにコラボ依頼をいただきました。ありがとうございます。なんと6月からこのかまいたちがアンバサダーを務めさせていただくことになりまして、ありがとうございます。ありがとうございます。メンズリゼさん、はいはい、ケイボーボーです。ケイボーボーです。ケイボーボーでございます。バリ濃くて臭な人ですよね。はい、 T シャツまで作りましたけどもということで今回の企画は、はい、濱家初めての全身脱毛体験。ついに来ましたか。いや、ついにか。なんかやりたいやりたいとはずっと言ってましたよね。ずっと言ってて、YouTube で毛濃いみたいになる前からやっぱ嫌やったのよ、うんうん、濃いのがめっちゃ言ってた。コンプレックスあって、小学校4年生ぐらいの時かな、はい、俺らの時って半端やってん体育、うん、4年の時にめっちゃ毛濃いやつで、この裏ももに毛生えてるやつおって、うんうん、俺三角座りしながら、うわあいつ裏ももに毛生えてるやん、気持ち悪いと思ってたら、うん、俺も生えててそっからなんかコンプレックス毛が生えすぎたね。そうそうそう。ということで、この全国に25院展開する、はい、メンズ専門、医療脱毛クリニックのメンズリズさんで全身脱毛を初体験。はい、いけるんですかね。何がリズさんに勝つぐらい剛毛ですけど売れそうやろ。メンズリゼに脱毛で買った男。買った男。いややわ、そんな剛毛のやつ。まあ、ちょっとやっぱりこの、はい、でもやりたいやりたいとは言ってても、うん、なかなか踏み出せなかったのはこのちょっといろいろ不安もありという。はいはいはい。何が不安でした？なんかちょっと恥ずいなとか。ああ、うん。あれなんかで見て、森下のを見たのか、脱毛するの。そう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 。あのラジオの番組の方で。うん。はい、なんかこう紙パンツ一丁はずいなとか、うん、はいはいはい、なんかこう痛いんちゃうかとか、うん、その辺がやっぱなんか自分的に不安があったので、はい、なんですが、やっぱりこのやるんやったら医療脱毛の方がいいなということで、うん、今回やっていただこうということでございます。ブラジリアンワックスもいいけどね。もうねあれ一生やらんわあれ番組でやったけどブラジリアンすぐ生えてくるから。ビリビリビリとか言って俺ここをブラジリアンワックス、うん、VIO って言うんですよ。VIO のあれどこの部分か分からへんけど、うん、ビンってやった時に気使わはってビンってやってニョーンってなって剥がれずに終わった時もう二度とやるかブラジリアンワックスと思ったわ。あれは痛そうやったな。今日は医療脱毛、医療脱毛ですね。お願いします。はい、お願いします。さあ、では今から、カウンセリングを受けたいと思います。お願いします。お願いします。カウンセリング終わりました。はい、はい、いろいろ聞いてちょっと安心しました。あ、自分でも何聞かれたの。こういう体質じゃないですかとか、はあはあ、こういうことありますけどどうですかみたいな、いろいろ細かいことを、なるほどね、はい、聞いてもらったんで、こうなった場合はこういう対処の仕方もありますとか、うん、はい、なんか何さすると思ったか分かんないけど俺は追い出されたんでカウンセリング。いや、別に暴れたりするとかそういう意味じゃなくて、別にカウンセリングに必要ないから出ていっただけで、はい、そういうことです。で、今からはなんかな、このままやったらあかんねんって、こういうのを剃らなあかんねんって一回っていうことやんな。そうです。あ、そうなん。やねんって。あったらダメ、自分で剃っとくの。ほんまは自分で剃っとくねん。当院に来る前に剃るんです。そうなんだ。マジで忙しいで、ちょっと自宅でっていうのがあれだったんで、今日ちょっと特別に、うん、このちょっと部屋をお借りして、うん、ちょっと提問して。それにだいぶ時間かかりそうやけどな。もううわ、きつ。提問って言ってる。ええもうみたいな。もう嬉しそう。ほんでちょっとじゃあやります。はい、はい、すごい毛だらけになるけど大丈夫かな。乳首隠しテープあんのか。あ、ちょっとなめんなよ。あ、あるよ。これでしっかりバッテンじゃん。なめんなよ。なんかちっちゃくとかじゃなくて、うん、あ、そのニップレスみたいなのはちょっと反応するかもしれないっていうのがあった。いや、違うやん。こんなな、テープの中でも一番粘着力強い黒ガムって。肌弱いねん、俺。うるさい。まずもう口にこれして。なんでやねん。そんなうるさい。むちゃくちゃうるさい。ちょっとお前なんで黒ガムやねん。ピッ。映ったらあかんから。バンされるから。
映ったらあかんねん。むちゃくちゃ映そうとしてる。何があかんねん。勝負や。自分で貼って。力勢いよくいかなあかんから、あのテープは。なんで黒ガムやったの。そもそもが。おもろい思った。いや、おもろいじゃん。あ、おしゃれ。何が。おしゃれ、マルジェラ。マルジェラみたいな。マルジェラみたいな。マルジェラみたいな。何これ。それなんかボディ用の。はい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 、気持ちいいな。もう一台ないの、俺がやっていって。嫌やな、お前に体触られんの。これさ、誰か YouTube 見るかな、これ。気もない。これマジでゆっくりやらなくて痛いわ。両足にしよう。手ガリガリになって。そうですね、肌を痛めない方がいいですね。これでなんか取るときにゆっくりやらんと痛いわ。そっ、逆さからやるか。意味ある、逆さからやる。キモ。気持ち悪い、山内に されんの。キャッ、照れちゃって。ちょっと逃げて、逃げて、逃げて、逃げて。気持ち悪いよ。山内にやられる。いやいや、二人の方が早いよ。ここめっちゃ重いよ。境目。誰か見るかな、これ。大事らしいよ、脱毛。大体藤本さんが言ってた。藤本さんも脱毛されてるらしいんだけど、その将来、万が一介護を受ける時になった時とかに、毛がない方がもう断トツでいいの。藤本も一人だし、余計に。そんなん言わねえ。気にしてあるよ。つるつる。綺麗な足してるやん。ほんまは。モイスターはさ、はい、もうつるつるなんやろ、全身。僕は1年会話してもらってるって。つるつる。だからつるつるの方がいい。僕はつるつるで、めちゃくちゃいいです。はい、僕も結構濃かったんで。脇もすんのか。怖っ。これでもいけるけど。脇これでいくか。黒がもあかんねん。これでピシッって。何回ぐらい通うんでしたっけ、これって。そうですね、皆様は大体5回5回コースに組まれて操作される方が多いです。森下は5回行ったもん。VRO は5回行って、それ以外は4回ですかね。脇痛かった。僕はワッキー痛くなかった。ワッキーだけ残しますかっていう選択肢もあるんですけど。そんなやつおる。そんなワッキーだけ主張したいやつおる。いらっしゃいませ。いや、残る。結構男性でやっぱりツルツル、ワッキーはちょっと残したいとか、場所によって残したい方もいらっしゃるので、まあ、それはご希望に添えて。でも、場所も聞いていただけるんで。じゃあ右ケツだけ残してもらっていい。右ケツだけ。右ケツ頬だけ。なんで右ケツを主張したい人もいる。脇自分でいける。いけるっつってんの。これやろうか。ええねん、お前にやられるのが一番嫌や。お前にはもうどこも触れてほしないねん。なんでやねん以外の接触避けたいねん。脱毛したら色白いのいただきますか。こう気に取ると男性って割とこう気で隠れてるので、ね、割とこう皮膚の白さっていうのが目立つ方多いです。真っ白や、うん、なんかでももう男子やのに夏のオッテの時代じゃないらしいな。いや、結構若い子ほんまにツルツルやねんな。やっぱリゼさんみたいにちゃんとしたところの異常だしのが一番いい。脇咲きますか。そうですね、はい。首言わした。あ、ここもそれでやんねや。こちょばそう、こちょばそう。何やねんこいつ。バタバタするとこじゃないんですよ。何やねん。でっかい男が。こちょば
わき取られてる映像ここショートで流そう YouTube ショートではい、テーマ終わりました。はい、なんかつるなっただけで脱ぐの全然恥ずかしくなくなってくる毛濃いの見られるのちょっと恥ずかしい。なるほどね、もうちょっと変わってきてる、うん、全然大丈夫。じゃあ行きましょう。こんな色白かった俺いやだから覆われてるから焼けてないのっていうことやんな。で背中が、うん、この背中の産毛、はい、ちょっと生えてんねんけど、ちょっとだけやん。これはあのやめときましょうっていう判断になって、うん、なんかこの感じやったら、うん、より生えてきたり毛が強くなったりする可能性がある感じやって。レーザー当てることで逆にこう毛が増えたりとか毛が濃くなるリスクがありますので、うん、まあ、ご本人様希望で、当てないっていう箇所も、はあ、いや背中全然そんなないの。そんなにない。でもしなんかそうなったとしても保証もいろいろあるらしいので、はあはあ、安心みたい。はい、はい、じゃあ脱毛いきますか。はい、勝者お願いします。じゃあ医療レーザーですね。目元レーザーの光飛ばないようにお目元保護して勝者始めていきます、はい、俺もサングラスだ、ね、たまたま今日白いパーカー着てるからめっちゃ脱毛してる人みたいじゃん。いや、どこがやねん。見えてない見えてないの想像で突っ込んで。で照射ですね、上半身の方から始めていきます。はい、どこからですか。そうですね、腕から照射していきますね。はい、怖がってます。一番痛くなさそうなところから。痛くなさそうなところでいきますか。はい、で腕の内側ですね、はい、薄いところからいきますね。はい、でジェルを乗せて照射していきますね。はい、おお。なんかレーザーバチバチバチ言ってたで。大丈夫ですよ。ジェル乗せていきます。おわ。大丈夫ですよ、私がガムとビリってやってるだけなんで。そんなそんなこと。で照射始めていきますね。わ、すごい。これは照射することでどういう効果がある照射なんですか。毛が入っているモモサブルというところで熱を蓄えていくことによって、はい、脱毛性物体なので、実際照射している間にあったかい感じとかチクチクする感覚があれば十分に効果がある機械ですよね。どう？あったかい？まだ何人？いやいや、え、今何してるんですか？え、これもレーザーやってんの？レーザー出てます。え？もう始まってるで。全然イメージと違う。今俺ジェル塗られてるだけは思ってた。ジェル塗った後にもう今レーザーを、あ、そうなん、当てていってます。じゃあ痛いとかじゃないんだ。あ、なんかやっとうっすら、あ、その辺チクチクチクぐらい、あ、マジ今かなんかあったかいジェルをずっと塗られてるだけかと思ってた。痛みも全くない。俺バチバチバチンっていうイメージ。そうそうそう、俺もバチンバチンバチンかと思ってた。はい、作らせていただきます。はい、ありがとうございます。そのこの外側にちょっと差し掛かったあたりはチク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 ぐらいはするけど。外側行きますね。はい、あ、今チクチクぐらい、今チクチクチクぐらい、この辺何にも感じない。今チク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 何にも感じない。手の甲ゴツゴツしてるところはちょっと痛み厚さ感じやすくなりますね。でも厚さは厚じゃないね、気持ちいい温かさ、あ、じわーっと、そう、ピリピリピリがちょっとなんかあるかなぐらい。へえ、骨に近いところが痛いってこと。骨張ってるところが皮膚が薄くなってるのでちょっとレーザーが骨に響くっていう感じですかね。へえ、すごい。指のあの毛、毛の部分、山内が嫌いな毛の部分、もう1箇所ずつやってる。ここも比較的ちょっと暑かった。ああ、でもまあこの俺が全然なんかいやーとか言ってないぐらい。ここ怖そうやな。さあ、その辺は痛そうですよね先生。そうですね、上半身だと脇がちょっと痛みが強く出やすいところですかね。いっちゃってください。いきます。 リンパも流れそうで。なるほどなるほど。あ、どうなの、痛いの。ちょっと痛いかな。あ、なるほど。ちょっと痛いかな、ちょっと痛いかな。先生、あと何往復ぐらい。まだワガワクします、ね、あ、そうかそうかそうか、なるほどね。はい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 、あ、もう大丈夫か。あ、もう大丈夫か。はい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 、あの、さっきの油断があったから。うん、余裕やんがあった。あ、もう、大丈夫大丈夫、慣れた。へえ、俺もっと
激痛激痛やと思ってたのに。ハンターハンターみたいな。激痛激痛。平均 3、4回ですか、これを。大体目安としては5回ぐらい通っていただければ、1回の照射で抜け落ちる割合が大体 10% ぐらいと言われているので、うんうん、5回やってたら半分ぐらい抜けるかなという目安で思っていただければ。なるほど。で胸とお腹です。怖いね、怖いね。新規のとこ行くとき怖いね。飲食店でもそうやもんな。行きます。新規の店怖いけど痛くない。ここは痛くないね。乳首に連続5分ぐらい当ててもらっていいですか。やけどするバチって言ってるもんね。そうですね、血質の濃いところがどうしても痛み。なるほど、痛みますので。おへそのところだ。そうですね、へそ下とかがちょっと痛み強いかなと思います。へそのとこ来るとなんか反応するわ、こいつ。痛み、ピリン、ピリンですね。一回がこのどれぐらいの痛みかを分かると、うん、これぐらいの痛み来るなと思うから全然余裕。なるほど。先生これね、脱毛サロンっていうのと医療脱毛の違いっていうのあるんですか。クリニックだと医師の指示のもとに行うのが脱毛になっていくので、はい、こちらで使ってる機械が毛が生えている組織を壊して破壊をして脱毛していくのですけれども、この行為自体がもう医療行為に当たっていくので、うん、もうここの使っている機械で行う脱毛の医療機関のみでも可能ですね。お、全身脱毛の施術は時間はどのぐらいかかるんですか。1名体制で行わせていただく場合は大体1時間半から1時間45分ぐらいを目安として考えていただければ。基本は1人1名でやってもらって1時間45分ぐらい。そうですね、うん、男性のお客さんはどこをやる方が多いですか。今はヒゲをされる方が一番多くて、次がお体で、うん、次その次がアンダーヘアっていうVIO の部分ですかね。ヒゲ、はい、いいよね。だって伸ばさないんだからもう毎回剃る時間かかってるだけやもん。結構ヒゲが薄くなるだけでも剃る時間が減ったりとか、あとは剃り負けとかも減っていて、お肌のトラブルとかも減りやすくはなるかなと思います。なるほど。万歳します。白髪が反応しないですよね。そうですね、こちらのレーザーが黒いものに反応するものなので、白髪だとちょっと難しいかなって。それも聞いたことある。だからめっちゃ年取って白髪増えてから行ったら反応しないから大変だと。ある程度若いうちに全身脱毛しといた方がいいっていうのを聞いた。やっぱりちょっと下半身は怖いよね。痛みが強く出るかなと。そうやんな。先生、なんか強さの強弱ができたりするんですか。強さの強弱、そうですね、患者様のお肌状態や毛質の状態に合わせて調整はさせていただいてます。お辛い状態であれば言っていただければパワー調整させていただきますので。ではふくらはぎからいきます。はい。チクチクは上半身より来る。骨張ってるとこ痛み、熱さ感じやすくなります。はい、感じてます。感じてる。ほう、はい、へいへいへい、乗ってきました。へい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 、一旦ちょっとすいません。あー、そうか。ここでこんなに止まる人いるんですか。下半身で初回、やっぱり、一番毛の濃い時は結構やっぱお痛み強い方はゆっくり消毒される方多いですね。はい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 。なるほど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 ね。なるほどなるほど。言ってください先生。大丈夫。なるほど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 。できる子なんで。はい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 。これやらないとね、せっかく来たのに。この子はできる。はいはいはい。動かないでください。はいはいはい。動かないでください。シュッって。はい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 。動かないでもらえますか。膝下かなり痛くなります。うん。うんって言うな。ちょっとパワー上げようか。指いきますね。ごめんなさい。もう反射なんで。怖い痛いです。反射なんで。
反射なんだよね、僕が。お前反射なんだ。帰る。リゼさん来るな。ご希望でしたら、消気ガスマスイって使われてみます？大丈夫です。大丈夫だ。選択肢があるってことですね。そうです、そうです。自分で選べる。希望であれば。消気ガスっていう、吸ったことないものを吸うことに恐怖が。坂田師匠、坂田師匠がヘリウムガスで声変わるのビビってるのと一緒や。スリーピングオベーション初めて。拍手発散やな。褒めてる。ナイスダスモーナイスレーザー。表面側からの場所は以上なんですけど、広く傷ついてる箇所じゃないですか。ちょっとおへそまで赤みが出てるので、お薬になると思うんですけど、ケツは痛くない。ケツは痛くても耐えれる感じ。ケツバットとかで慣れてんのかな。ケツは痛くない。痛いとか全然平気。自転車のタイヤケツで止めたりしてきたからかな。いや、それはまず仕事。以上で照射終了になりますね。はーい。あー、さあ終わりました。もう大体あれですね、これでもう着替えてそのまま。そうですね、普段からここでお着替えしていただいてお入りいただくって感じ。どうですか、1回目終わって。いや、これで着れられるならはいいいかなと思いましたね。だから2ヶ月後ですね、次は。いやー、ずんずんやりたい。ずんずんやりたいわ。1回やったからもうこれ行き続けないとね、もったいないし。第2回も行きましょう。もちろん行きます。全部 YouTube ついてきてな。そんな追っかけんの。一回これ分かってから次行くのはもう全然違うわ。ああ、うん、なんとなく全身のここがこれぐらいかなって分かったら次着やすい、はい、なるほどね。うん、スーツ脱いだろ。さあ、今回の全身脱毛以外にもいろんな脱毛コースがメンズリゼさんはあります、はいはい。メンズリゼさんの公式サイトには僕たちの CM 動画もアップされてますので、概要欄でぜひチェックしてみてください。お願いします。お願いします。男性はメンズリゼ、女性はリゼクリニックで脱毛できます。皆さんぜひ体験してみてください。はい、お願いします。チャンネル登録お願いします。さあ、経過ですね。はい、あ、え、脱毛のうっすら生えてきてんねん。お、生えてくるんですけど、ストンスポンって抜ける感じが あるのよ。はー、だから多分これが毛根がなくなったってことなのな。この耐えてたやつがもうこれが焼いたから生えてはくんねんけど、引っかかりがないというか。わかる。ちょっと見て、これいくで。はい、ここ。ああ、ビーンって伸びずに皮膚がポソンって そう抜けるやつね。ポソンやね。これはだから効いてますね。そう、効いてる。おー、もうこんな感じです。おー、まあでもやった後はちょっとこう荒れたりするかもわからへんけど、うん、あともケアな。ケアな。ケアな。急に強烈なダジャレやろう。